皆さん、こんにちは。免許を取ったばかりであったり、たまにしか運転しない方にとって、実際の道路に出て運転をしていると、教習所では習っていない出来事に遭遇することも多いのではないでしょうか。その中でも使われる頻度が多いものの一つが、ヘッドライトを一瞬光らせるパッシングです。そこで今回はパッシングについてご紹介します。1. パッシングとは？パッシングとは、自動車のヘッドライトを瞬間的にハイビームで点灯させることです。これを1回、または複数回することで合図を送ります。パッシングは本来、前方にいる車に対して先に行きたいから道を譲ってほしいという意思表示として使われています。 2. 感謝を伝える。対向車に道を譲ってもらった時などに感謝の意味を込めてパッシングする場合があります。お礼のパッシングをすることで相手も自分も気持ちよく運転することができます。ちなみに感謝のパッシングをするときは短いパッシング1回で OK です。 3. 対向車に危険があることを伝える。対向車に対してこの先に何かしらの危険があるときにもパッシングを使う場合があります。例えば道路に異物が落下していたり、警察の交通取り締まりなどがある場合です。すれ違いざまにパッシングを見たら、とりあえず注意しながら走るようにするといいでしょう。 4. 道を譲る。道に入れてほしい時や進路を譲ったりする際にパッシングをすることがあります。クラクションを鳴らすまでもない時にパッシングが非常に役立ちます。パッシングで合図をすると相手も自分もスムーズに道に入れますし、ぜひ覚えてほしいパッシングの意味の一つです。逆に渋滞中にパッシングをされたら列に入りたいんだなというサインの可能性があります。スピードを緩めて車間距離を空けるなり、逆に詰めて入れないことをアピールするなり、相手に自分の意図が伝わるように注意しましょう。 5. 割り込みをされたくないとき。先ほどは道に入れてほしいときにパッシングをすることを紹介しました。逆に無理やり割り込みをしてこようとする相手に対して、入ってくるなという意味を込めてパッシングをする場合があります。こういう時は怒りの念を込めて長めにパッシングする人が多くいます。しかしパッシングのやりすぎはトラブルのもとですので、適度に行いましょう。 6. ヘッドライトが眩しい時。相手の車のヘッドライトがハイビームで眩しい場合に警告としてパッシングします。ほんの数秒眩しいだけでも目がくらんだ状態で運転することになり、事故を起こしやすく非常に危険です。相手のヘッドライトが眩しい場合は遠慮せずにパッシングで警告しましょう。 7. ヘッドライトの消し忘れ、付け忘れの指摘。トンネルの出入り口付近でよく見られるヘッドライトの消し忘れや付け忘れ、もし周囲の車からパッシングをされたら、一度自分の車のライトが付けっぱなしになっていないか確認してみましょう。消し忘れは大きな問題にはなりにくいですが、付け忘れは自分が事故を起こさないだけでなく、周囲の車から見えにくくなり危険です。
これらのパッシングを使いこなすことで、よりスムーズに、そして気持ちよく運転することができるようになります。ぜひ、パッシングをマスターして、快適なドライブを楽しんでください。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。